無重力チャンネル。皆さんこんにちは、無重力のマサトです。本日はね、減量終わって初のチートデイをやってきました。そして今家に帰ってきたんですけど、まだ僕の食欲は収まりません。ということで今から無重力マサトのボラ酒を行いたいと思います。もうね、ここまで来ればもうとことんやっちゃいます。もうほんとね、オンオフの切り替えが必要だと思うので、たまにはこういう日を設けてもいいかなということで、もし、好評ならこの企画、これから、1ヶ月に1回か2回ぐらいやってもいいかなと思ってるんで、まあ皆さんこの後どうなるかわからないですけどね、はい、皆さん楽しんでてください。ということで行きます。乾杯。皆さん、画面の皆さんもね、一緒に飲みましょう。ああ、うまっ。ちなみに僕はアルコールを飲むのが3ヶ月ぶりになります。ちなみにこの企画ね、とある有名 YouTuber さんの企画パクらせてもらってます。 T さん、本当にすいません、パクらせてもらってます。はい。一応ね、許可もらってないんで、一応ここで報告させてもらいます。はあ、ということでね、3ヶ月ぶりなんですよ。ということで、僕このカメラの前でお酒を飲む姿見せるのが初めてだと思います。そしてね、酔った姿を見せるのも初めてだと思います。あんまりね、ひどすぎたらちょっと編集してる時にまあ出すかどうかね、考えるんですけど、はい。まあ大丈夫だとは思います。ただお酒飲んだら結構陽気にはなるんで、結構喋れるようにはなると思います。そしてね、今多分ピコンピコン鳴ってるのは、質問を募集してるんですよね。携帯の方で今インスタのストーリーにね、質問を募集してるんで、その質問が返ってきてるのかなと思います。はい、こういう機会なんでね、ちょっといろいろ喋りたいなと思いまして。無重力チャンネル。まず一番ね、気になると思うのがアルコールについてのお話しようかなと思います。まずこの筋肉にね、とってアルコールはどうなんだと言われている方結構いると思います。正直、まあ飲まなくていいなら飲まない方がいいです。だから僕も基本的に極力飲まないです。今日もチートデイという風に解放デイじゃなければ絶対飲んでいないです。今回はもう企画のつもりでやりました。あとはね、ちょっとまあ酔った方が喋りやすいということで、そういう感じでね、今飲んでいます。まあお酒自体は僕好きなんで、はい。でもね、筋肉のために我慢しろって言われたら我慢できます。はい。なのでまあ皆さんもね、飲まなくていいなら飲まない方がいいです。しかしね、もう付き合いで飲まないとダメっていう時は、その日だけはね、もう許して飲むことをお勧めします。あんまりね、気にしすぎて罪悪感感じてしまうとあんまり良くないです。そのメンタルもね、結構筋肉って関わってくるんで、コルチゾールがね、いっぱい出てしまって筋分解につながるというふうに僕は考えております。なのでもうリフレッシュという意味で使い分けてお酒を飲むのが僕はおすすめの方法だと思います。あとこのお酒で気をつけてほしいのが、このお酒と一緒に食べるものです。僕はもう今回チートデイということで好きなものを食べているんですけど、基本的にお酒と一緒に飲むものはタンパク質を一緒に摂るのがおすすめします。このお酒を飲むことでタンパク質がね、分解がちょっと悪くなるということで、その分タンパク質を余分に摂ってやらないとダメだということで、それはね、皆さんにも余分に摂ってもらうことをおすすめします。うまいです。そしてね、飲むお酒の種類にも結構気にしてほしいんですけど、やっぱ鍛える人におすすめのお酒は、一番はやっぱこういうウイスキー系ですね、ハイボール。これはウイスキーを炭酸水で割ったものがハイボールなんですけど、基本的に糖質が含まれていないので、はい、低カロリーですし、あとはそうですね、レモンサワーとか生搾りのレモンサワーですね、シロップが入ってないタイプのレモンサワーとかもおすすめです。シロップが入ってるのはね、もう完全にあの糖が入ってるのでおすすめできないんですけど、基本的に無糖のお酒を選ぶのがおすすめです。ビールとかね、あの辺の日本酒とかは結構太りやすいんで、お酒を飲む際は皆さんそこちょっと気をつけてみてください。まあと言いましてもね、気分完全に切り替えて飲むという時はまあ好きなものを飲んでもらってもいいかなと思います。それを続けなければ問題ないです。だから僕も
明日からしっかりと切り替えれば全く問題ないんですよ。まあ普段だと僕ね、これを2、3日ね、下手したら1週間やってしまうんですよ。しかしね、もう今はこの視聴者の皆さんもいますし、この動画でやっている以上ね、しっかりとスイッチが入れ替えれると思います。もうこれ本当皆様のおかげです。はい、これもね、動画の企画ということで、はい、自分に許しもね、出せて、いい気分でこうやって動画撮れてるんですよ。なので本当ね、こういう企画いいなと思います。僕も楽しいですし、このねお酒飲んでる珍しい無重力のマサトもね、皆様にお見せできるということで、質問来ているかな。ちょっと質問見ますね。皆様の質問に今から答えていこうと思います。あ、来てますね。ありがたいです。今ね夜の10時半なんですけど、こんな遅い時間でも一応ね見てくれてるんですね。ありがたいです。今喋ることはね、普段喋らないことを喋りたいと思います。恋愛について、はい来ました。僕が一番喋らないことですね。はい、僕の恋愛についてちょっとね話しましょうかね。もう僕は、今トレーニングが大好きすぎて、前の彼女と別れた原因もこのストリートワークアウトに出会ったのが原因なんですよね。というのも、僕ストリートワークアウトに出会ってしまって、僕はストリートワークアウトだけに熱が行きすぎてあんまり連絡しなくなっちゃったんですよ。かといって僕の気持ちがなくなったかって言ったらそういうわけじゃないんですよ。気持ちはあるんですけど、そのやっぱりトレーニングしてる時とかに LINE とか返すのがちょっとなーっていうのがあって、やっぱスイッチ入ってるんで、はい、まあこれはね良くないことなんですけど、その時はトレーニングに熱中しすぎてしまっていて、ちょっとこうほったらかしにしすぎてしまったなという自業自得なんですけど、はい、それで振られちゃいましたという風な感じで、もうそこから恋愛は全くできていないです。というかもう縁がないですね。この競技やってる上で女性ってほとんどいないんで、もう恋愛についてはほとんどもうそこから何もないという風な感じです。はい、だから僕は何もあんまり語ることがないですね。無重力チャンネル。息子が高校3年生になりますが進路決めてません。今の道に進もうと決意した出来事きっかけあれば。あ、これね、はい、じゃあこれについてちょっと話したいと思います。僕は高校3年で進路は正直何にもやりたいことなかったんですよ。だからとりあえず、まあある程度有名な企業に入っておけばいいかなということで、結構有名な企業にね入社することになったんですけど、そこからですね、正直もう楽しくはなかったんですけど、まあきつくもなく結構楽だったんですよね、正直仕事自体が。そしてお金結構もらえるということで、僕も何不満なくずっと仕事続けていけたんですよね。そしてそこでやりたいこと、その後に見つかったんですよ、ストリートワークアウトが。もうそこから比重がやっぱり変わってくるんですよね。仕事よりストリートワークアウト優先な生活にどんどんなってきてしまって、もうそうするうちにもう周りもね分かってくると思うんですよ。結構、あ、もうあいつちょっとなんか仕事やっててもなんかやる気ないなみたいな、でもあいつトレーニングしてる時だけめちゃめちゃ生き生きしてるなみたいな感じに多分周りからも思われていたと思います。そしてもう僕も自分でもそれ分かっていて、今までいた周りの子たちも離れていって、もう僕の周りに固まってくる人たちが同じような人たちばっかりが固まってくるんですよね。その同じようなことしてる人たちももうフリーランスの人が多かったんですよ。その人たちを見てるうちに、あ、僕もこの生活が自分に合ってるんではないかなというふうに思っちゃいまして、そしてもう僕このストリートワークアウトに本気になって、これで結果出したらもう僕も全部もう今の生活捨てようと決意しました。それでしっかり結果出せて仕事を辞めて、ちょうど今仕事辞めて1年になります。フリーランスになって1年になるんですけど、進路に迷ってるっていうのもその時やりたいことがなければ正直何とも言えないんですよね。やりたいことがあればね、もう自ら勝手にねそのやりたい道に進んでしまうと思います。なのでもしねそのやりたいことがあるって言ってるなら、もうそれをね全力で応援してあげるのが僕はいいかなと思います。はい、やっぱ親に反対されると一番ね子供としては自信をなくすので、
ただやりたいことが見つかってないっていうんならとりあえずやりたいことじゃなくてもとりあえずやってもらう、それ経験になるんで全部。何もやらないっていうのが一番ダメだと思います。とりあえずやってみたらそれがね自分に合ってるかもしれないですし、まあ合ってないなと思ったらもうねダメ、あんまり良くはないんですけどもうやめてしまえばいいと思います。そしてそういう風な感じでねやりながらやりたいことを見つけるのが一番かなと僕は思いますね。まあそれは僕の経験からしてそのように思いました。全然若いうちやったら何回でもやり直せると僕は思ってるんで、僕はもう27歳で人生再スタートして今だってどん底からのスタートをしてるわけなんで、それと比べたらまだ高3なんてもうまだまだこれから何でもできるって僕は思います。息子さんが何をやりたいか決まるまで応援してあげるのが一番かなと思います。っていう風な感じでねちょっと熱くなっちゃいました。はい、はい、僕もねそんな感じで、ストリートワークアウトに出会うまでは本当にもうただ単に生きていたという風な感じです。何もね不満もなくずっと生きれていたという風な感じでね、もうこのまま一生終わるのかなという風に思ってました。なのでねその時はもう普通に結婚して普通に子供ができて60歳まで定年まで働いてという風な生活をするのかなと思っていたんですけど、今はもう好きなことで生きていきたいというのが一番の目標です。これが僕のね今の僕が再スタートの道ですっていう風な感じでこれからも頑張ります。はい酔っ払って熱くなっちゃいました。ちょっと喉も枯れてきましたわ。皆さんこれからもご視聴よろしくお願いします。そして今回のこの、ズボラ酒企画、たまにはお酒飲んだ僕を見たいという方がもし一人でもいれば、高評価とコメントよろしくお願いします。はい、ということで開けました。もう焼肉屋で、結構7杯8杯ぐらい飲んでるんで、もうこれ1本飲んで結構いい気分です。今日はいい気分で寝れそうです。まあもしかしたらこの後食べるかもしれないんで、はい、この後もしかしたら続くかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。